で、ジョイボーイが巨大な王国を別に建国したわけじゃなく、もう元々あった巨大な王国で生まれたのがジョイボーイ。だからこれがどういう両親のもとに生まれてきたのか。ワンピースではその両親っていうのが結構非道だったりするじゃん。実の両親っていうのが結構とんでもねえやつだったりすることが多いんで、もしかしたらジョイボーイも恵まれた家庭で生まれたわけではなかったとかっていう話も見えてくんのかな。そうなってくると、ジョイボーイを絶対に悪としては小田先生は描かないことは確定してると思うんで、ルフィイコールジョイボーイにしてるんだから。で、このジョイボーイが悪の王国に生まれたのか善の王国に生まれたのかで、この物語がもう180度変わるんだよな。ジョイボーイが目指す物語がね、善と悪がこう入れ替わっている図式が現にあるんで、どんどんね、もしかしたら巨大な王国を悪、その時虐げられていたのが20の国だと仮定するんだったら、そっちの物語になるしね。20の国を応援したのがジョイボーイみたいなね、巨大な王国を滅ぼしたのがジョイボーイになっちゃうし、で、今の図式と同じように巨大な王国が虐げられてた世界政府20の国たちに、なんだったらそれを救おうと立ち上がったけど未遂に終わって失敗に終わってしまったっていうジョイボーイの物語になるし、ストレートに考えられるのはそっちだよね。やっぱり20の国っていうのが今と同じように悪で、巨大な王国が虐げられていると。で、それこそミンク族とか巨人族とか巨人族とか普通の人とは姿形が違う人間たちが醜い汚い怖いとかっていうめちゃくちゃな理由で虐げられている。で、そんな国に生まれたのがジョイボーイで、みんな同胞を守ってやりたいっつって20の国と戦ってた。で、最終的には滅ぼされてしまう。で、ジョイボーイは逃げるように莫大な財宝を持ってラフテルに逃げて、そこで死ぬっていうのがなんか一番ストレートに考えられるんだけど、で、それこそ空島編の話このチャンネルよくしますけど、コニスがママラガンとかライゴーとかっていうのでうわーってなってる時に、もう国を捨てる決断をってみんなに言うんすよ。で、その国を捨てる決断をが俺の中ではちょっと大げさに思えるんすよ。むしろこれって巨大な王国が滅ばされる時こんな感じだったんじゃねえのかっていう。で、その国を捨てて、コニスたちは雲の果てって書いてクラウドエンドに逃げるんですけど、それが最果ての島ラフテルだったんじゃないかっていう話ですよね、巨大な王国では。だから、ジョイボーイは巨大な王国を捨てる決断をして、ラフテルに逃げたんじゃないかっていう最果ての島っていう考察をね、2年前ぐらいにはしてるんですけど、それが今のところストレートに考えられることなんですけど、ただ、さっき言ったように悪と善が変わってるんだったら、逆にジョイボーイが巨大な王国を滅ぼさなきゃいけねえと思って滅ぼした可能性もあるよな。なんかそうやってこんな奴らを滅ぼさなきゃいけねえっつって、実の息子が滅ぼすみたいな物語ワンピースにあったっけ。ジェルマは滅ぼしてはねえもんな結局。ホールケーキアイランド過去編はバッドエンドだよな。それだと一番しっくりはくるんだけど、なんでそんな高度な文明を持った巨大な王国が二重の国に負けるのかとか、その辺は説明が必要だけどね。一番ヒスルテに考えればイム様っていう裏切り者がいて、古代兵器っていうのを奪われて悪用されて滅ぼされたっていうのが一番すっきりはすんのかな。まあ滅ぼしてないけど、サボの下りはそうか。まあそうだね、サボもこんな国に生まれて俺は恥ずかしい、子供に言わせんのかゴア王国があったけど、まさにジョイボーイもあの時のサボみたいにこんな国に生まれて恥ずかしいと思った子供だったのかな。巨大な王国を見て人間が虐げられてたのかな、巨大な王国に。巨大な王国の生まれ持った戦闘民族のミンク族と、生まれつき腕力10倍みたいな魚人族と、体20倍くらいある巨人族と、科学力も持ち合わせたこの巨大な王国がただの人間を虐げまくってたのかな。逆に奴隷とかもうそれこそ虫けら同然の扱いを巨大な王国がしてて、あまりにも力も技術も科学力も全部を備えている巨大な王国っていうのが圧倒的すぎて、この青色の星で、で全人類をもう奴隷にしてたっていう話なのかな。で立ち上がったのが二重の国っていう、もう英雄たちだよね。巨大な王国これ以上好きにさせてなるものかって立ち上がったのが二重の国で、だから滅ぼした後に同じになっちゃったっていう話だよね。引っ越した後にね、そんだけ敷いてあげられた時代があったから、人ですよって言うとフラミンゴのおやつさんが地上に降りた時に、こいつはもう全身の骨折ってやろうとか、千本の針飲ませようとか、あんな感じで人間が狂気に変わる瞬間もあったんですけど、あんな感じになっちゃったみたいな話なのかな。ジョイボーイはバーダックポジションでいい。そうだね、どんでん返しで行くんだったら今の感じだろうな。でもなんかちょっと想像できんのが怖いよな。圧倒的な科学力と腕力と戦闘技術、戦闘武力みたいなのを持っている王国っていうのが人間を奴隷とするのって、今のさ、猫まむし犬嵐とかさ、今の奴ら見てると、こいつらが悪さしそうにねえんだよね。悪いことしそうにないいい奴の集まりだから想像できないけど、あるまじき高度な文明。うん。で、巨大な王国を滅ぼすために立ち上がったのが二重の国で、だからジョイボーイはこんな国に生まれて恥ずかしいってサボ
ボみたいに思って奔走したっていう話なのか、海に出て海賊と呼ばれた初めての一人だからな、それをどういう風にやるんだろうな。止めに行ったのかな、巨大な王国の横暴を。巨大な王国の支部みたいなのとかが全世界に幅利かせてて、それをこう止める旅をしてたのかな。いやでも解放の旅ってまさにフィッシャータイガーの太陽の海賊団じゃん。で戦うし奪うけど殺さないっていう太陽の海賊団って、こうジョイボーイがそうだったような気もするんだよな。そう考えるとあの解放の旅っていうワードで思い出しましたけど、何をどう解放してたんだろうな。それとも和解するなんかを探してたのかな、妥協点を。巨大な王国と二重の国との戦いの妥協点を話し合いで解決できないかっていうのを探してたのかな。いやーおもろいな。でそこでなんかデイビー・ジョーンズみたいなのもいるんだろう、多分そのもう一人の D の一族がね、どういう感じで絡んでくんだろうな。巨大な王国悪だとした場合、巨大な王国を率いてたのがそのデイビー・ジョーンズとかだったりすんのかな、悪として。いやーその辺面白いな。いや確かにもうめっちゃわかんねえよ、全てひっくり返るような気がする。ワンピースがそれを全部解決してくれるならそれを探してた。あーなるほどね。というかさ、とんでもねえ宝残しやがって、ジョイボーイお前と同じ時代に生まれたかったぜってロジャーは言うんすけど、ラフテルで。でとんでもない宝を残したのはジョイボーイなわけでしょ。それで世界をなんとかできるんだったら、なんでその時使わなかったのって話もあるよな。なんか理由があるのかな。それが謝罪文とかに繋がるのかな。なんか浮気しちゃったから白星協力してくれなかったとかなのかな。当時の人魚姫浮気しちゃったから協力してくれなかったとかなのかな、ポセイドンが。でさっきの空島オマージュのベースで行くんだったら、この宝だけは守らなきゃって思ったって話だよな。黄金の金だけは渡さねえぞみたいな話か。ジョイボーイしか動かせない、世界全員の潜水艦。オーネグリフは謝罪内容は書いてないのか、申し訳なかったとしか書いてないの。あー、ズニーシャ。あーそうだね、戦犯って考え方するのが一番ストレートだよね。ちょっと待って、巨大な王国が悪だと仮定するとすんじゃん。巨大な王国を悪と仮定した場合の物語、さっき話してたじゃん俺。でもむしろジョイボーイはそんな恥ずかしい国に生まれてしまった巨大な王国を滅ぼしたかったんじゃないかっていう。で滅ぼすことができてる、成功してんじゃん。もし巨大な王国を悪とするんだったら、ジョイボーイはそんな国を滅ぼすことができちゃってるじゃん。でもう終わりじゃん、そんな巨大な王国を滅ぼすことができてる時点で結構終わりだよ、ハッピーエンドだよ。でもその意志がめっちゃややこしくね。だから巨大な王国は悪で、それを滅ぼさなきゃいけないとか、この思想は危険だって言って、ジョイボーイが巨大な王国を滅ぼしたとするじゃん。で、二重の国っていうのがマリジョに引っ越して、また巨大な王国じゃないけど、また悪として君臨するわけでしょ。なんかそれって気持ちよくなくね。やっぱり巨大な王国を悪としちゃうと、ジョイボーイが念願かなって滅ぼせたことになっちゃって、すまないジョイボーイって、その達成してないからこそすまないじゃん。何かが達成してないからすまないジョイボーイって言ってるわけだから、達成してるっていうことはやっぱりあれは望んだことじゃなかったって話だな。国とわからない、世界政府が隠す意味がない、完全懲悪っぽいストーリーにはならないと思う。うん、新たな問題を生んじゃった。いやーちょっと巨大な王国対二重の国の戦いがどういう感じかが分かんねえな。でジョイボーイは何を解放しようと望んで、人々の実幻獣種モデルニカを生み出したのか食べたのか覚醒させたのかっていうのが絶妙に見えないね。やっぱ巨大な王国が虐げられちゃったのかな。それがその虐げられる虐げられないじゃなくて、いやでも五老星のさ、あの人間を虫けらとしか思ってねえのって、あれ絶対なんかあったよな、巨大な王国になんかされたよな。いやなんか分かりそうだけどな。ジョイボーイが蘇ったじゃなくて帰ってきた理由、本人の可能性も なきにしもあらずだよな。いやでも本人ではないか、ルフィはもうちっちゃい頃からここにいたもん。ジョイボーイが少年っていう話になっちゃうしな。まあ転生だろうね、ジョイボーイっていうのが。だから野豪だよね。本名は違うっていう話だよね多分ね。ジョイボーイが帰ってきたっていうのは、世界に夜明けをもたらす頼れる男が帰ってきたっていう意味でジョイボーイっていうことだよな多分。そうだね、虐げられてたのが二重の国の可能性もあるわな、五老星とね。いやーおもろい。